島第一原発では汚染水の発生量を抑えるために原子炉建屋周辺の地中に氷の壁を作り、地下水の流入を防ぐ凍土遮水壁が設置されています。しかし東京電力によりますと、2号機と3号機の西側のエリアで水たまりを確認、地中を凍らせるために専用の液体を循環させている凍結管が損傷し、内部の液体が4トン以上漏れ出した可能性があるということです。東京電力は周辺の温度が氷点下10度ほどを保っていることから直ちに遮水機能に影響はないとしていて、損傷箇所の特定を行い補修を進める方針です。